チェファル、イタリア語、チェファルーシチリア語、シホルーは、イタリア共和国シチリア自治州パレルモ県のギレニア海沿岸にある、人口約1万4千人の基礎自治体。古代ギリシャ人の植民都市に起源を持つ都市である。シキリアのディオドロスとストラボンはギリシャ語で、イプシロンファイアルファーラムダデルタイオタニュー、プトレマイオスは、イプシロンファイアルファーラムダイオタデルタと書き記した。プリニュースは、 ラテン語でケファロエディウム、またはケファロエディスと記した。日本語文献では、チェファルーと表記されることもある。パレルモ県のコムーネ。県とパレルモから東へ 58km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。チェファルは、ギリシャ起源の都市で、海に突き出した険しい突端をなす。非常に高い絶壁の岩の上にあることから、 明らかに使命が発生している。しかし、使命のギリシャ語源である根拠はなく、この海岸地帯の島にあった、唯一のギリシャ植民地ヒメラについて触れたトゥキディデスも記述していない。おそらくこの時代のケファロエディウムは、ヒメラに属し稀に要塞となり、ヒメラが破壊された後避難民らが最初に移り住んで、町としたとされる。名前が歴史上初めて登場するのは、 カルタゴ人工会社イミルコが紀元前396年にケファロエディウムの住民とヒメラ住民との間の条約を締結したという史実によってである。しかし後にカルタゴの軍備が打ちかされるとシラクサの選手ディオーニシュース一世が自分を裏切ったケファロエディウムの主人となった。後の時代に再び自主権を取り戻すが明らかに カルタゴと友好関係を保ち、紀元前307年に、シラクサ選手アガトクレスによって攻撃を受け支配された。第一次ポエニ戦争においては、アウルス・アティリウス・カラティヌスとスキピオナシカ率いるローマ艦隊によって、紀元前254年に征服されたが、謀ンによってでもなく軍力によるものでもなかった。キケロは、ケファロエディウムは明らかに繁栄した街で、 ムニキピウムを持ち謳歌かしていたとする。東ローマ帝国時代、ケファロエディウムは、平地から現在の県外へ、定住地が移された。旧市街が打ち捨てられたわけではなかった。858年、長い包囲戦の後、アラブ人に征服され、ガフルディと改名された。その後数世紀にわたり、町はシチリア大使国の一部となった。千六十三年、ノルマン人が、 チェファルを獲得し、1131年にシチリアオールチェーロ2世が町を岩のふもとの近づき方たい位置に移させた。そこは小さいが素晴らしい港で、その場所に現在のチェファル大聖堂が建設され始めた。13世紀から1451年の間違った封建領主に支配され、後に町はチェファル司教の所有となった。 リソルジメントの間、愛国者、サルバトーレ・スピヌッザは1857年に、チェファルで射殺された。チェファルがイタリア王国に統合されたのは、1861年のことである。イタリアの最も美しい村クラブカメーコムーネである。ありがとうございます。